はいどうもプロボウラーの川添翔太です、本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます、今日はハイスポーツ社から新発売のストームコードダイナミックを紹介したいと思います。まずボールはこちらです。はい、ストームコードダイナミックコードシリーズの最新作のボールとなります。今回僕はレイアウトはですねこのように出しました。見えますでしょうか。5インチ、3インチ半、2インチと、まあ、最近ではですね、バランスの規定が変わりましたので、まあ、このように、CD とマスバイアスを大きく右に振っているボールが多くなっております。もちろんあのバランスホール禁止となりましたのでバランスホールの方は空いておりません。今回は、非対称のボールですね。コードシリーズですので、非対称マスバイアスがついております。でスペックなんですけど、スペックはこちらが、まあ、今回の箱になるんですけど、カバーストックが R3S パールリアクティブとなります。もう R3S といったらもう外れなしですね。で、コアが、コードシリーズですので、ラット4コアとなっております。で表面仕上げが、1500番グリッドポリッシュとなっております。でコアの方がラット4コアですので、RG が 2.50、デルタ RG が 0.058 と、まあ、転がりやすくて、しかもフレアがしっかり出るコアとなっております。で最近ではクリティカルコードだとか、コードエクストリームカバーストックが強めの、NRG3 とか、NRG2 のカバーストックが多かったんですけど、まあ、久しぶりにちょっと下めのですね R3S パールリアクティブということで僕も非常に楽しみです。それでは早速投げていきたいと思いますのでどうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。まずは普通にストライクを狙っていきます。いいですね。やはりこの今回キレをすごく感じますよね。それではもう一度ストライクを狙っていきます。やっぱりすごく走りがいいですよね。走りがいいので奥のキレがすごいです。そしたらもう一度ストライクもちろん狙っていくんですけど、ちょっと幅を取って投げていきたいと思います。ちょっと今ボールが出なかったんですけどね。でもやっぱりキレがいいので9番ピンが残りますよね。もう一度幅取るようなライン取りでいきたいと思います。すごい切れる。あんなピン残ります？本当すごいキレですよね。ちょっと左に立つ位置を動かしてもう一回、もう一回幅を取って投げたいと思います。いいですね。本当奥の動きの強さがすごい感じますよね。伝わってるかな。少し、左に立つ位置を動かして、スピードを落として投げてみたいと思います。動く動く、いいですね。はい、そしたら、最後に、もう一度、左から、スピードを落として大きく曲げるような形で投げたいと思います。うわめっちゃ切れる。ちょっと悔しいな、最後って言ったんですけど。もう一回やっぱりストライク狙います。さっきめちゃくちゃ刺さったのでもっと左にさらに3枚ぐらい寄って投げてみたいと思います。
こまでやりによると、まあ、言ってもカバストック R3S なのでさすがに戻りきらんかったですね、まあ、最後はじゃあちゃんとストライク出します。最後最後って言って何回投げるんだ。あー投げ方悪い。でもストライク、本当に最後になりました。ということで、皆様いかがでしたでしょうか。最新作のコードダイナミックもう見ていただいて分かると思うんですけど非常に走って切れるいいボールでした、まあ、ですので、今走って切れるボール欲しい方もうこのボール買ってください。もう間違いないですから、今回ですね、カバーストックが R3S ということで非常に走りとキレを感じました。ただその中でもコードシリーズの転がりの良さがあるので、まあ、僕はですねとても使いやすいなと思いました。ですので最近この弱めのカバーストックで強いコアというのがちょっと出てなかったので、まあ、僕も試合に持っていくのが非常に楽しみです、まあ、ですので皆さんもぜひ、最新作のコードダイナミック投げてみてください。はい、本日もですねショータチャンネルご覧いただきましてありがとうございました。また比較動画なども上げていきたいと思いますのでぜひご覧ください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。